土佐社長です。いやー、男だらけですね。本当に土佐社長の最新ブログ、はいはい、見ましたよ。それは後で紹介しますので、はいはいはい、見事なまでに、男ばかりと思いきや、ね、でも、うん、ちらほらいますね、女子がね。今日は妊娠しないように気をつけてくださいね。はい、いよいよ、はい、土佐先生の土佐社長のライブ始まりますが、はいはい、まずそもそもなんでエンガジェットに明和電機なのかというところですけれども、うん、まあ分かる方には説明不要ですよね。ちょっと机の上にも何か怪しいものあったり、はい、今日もいろいろ持ってまいりました。大きい方になるとこんな感じで、はい、まあ後でとっぷりとご紹介があると思います、はい、まあそんな感じでですね、まあ、ものづくり屋さんと、うん、エンガジェットってのはどう考えたってこれも相性がいいとしか言いようがないんですよ。それ以外説明しようがない。なんか説明してくださいと先生、これいやとっとと行きます。行きましょうか。はい、とっとと行きます。じゃあ今日はですね、古典的な作品から一番新しい製品まで持ってまいりましたので、皆さんに、ご紹介していきたと思います。明和電機代表取締役社長土佐信道です。趣味は碁です。以後よろしくお願いします。それでは一番最初、一番古い楽器を持ってまいりました。会場から懐かしいなという声がもう響き渡るぐらい、客層がどういうものかというのが分かると思うんですが、さあ、これがですね、指パッチ木魚ですね。初めて見る方のためにご説明しますと、指パッチンで木魚を鳴らす楽器ですね。これは、はい、やってみたいと思います。俺の心を聞いてくれ。夏メロでした。これとっとと下ろしたいと思います、はい、意外に重い。これ16キロありますからね。この楽器の最大の問題は一人で下ろせないということです、はい、これは指パッチン木魚でした。それでは、スライドを使ってちょっとご説明したいと思います。まあ、明和電機という活動、今年16年目になります。ちょっと照明、あ、これですね。昨日のブログで僕あげたんですが、明日のエンガジェットのイベント、多分こんな人が来るだろうと見回してください。いるでしょ。いますよね。こうね、メガネ、ややヒゲ、こうね、よくポーターの人いるでしょ、ね。で、まあシャツは割といいシャツなんですが、ズボンはユニクロ。これそっくりな方いたらちょっとステージにぜひ上がってきてください。明和電機の商品を差し上げます。いませんか。はい、ちょっと上を抜いたら近いですね。福内さんもパックインしたら近いんですけどね、結構ね。はい、じゃあ後ほどぜひ行ってきてください。で、明和電機というのは今年で16年目なんですが、最初に作ってたものは、ご存知の方といると思いますが、これがですね、魚の骨の延長コード、ナコードですね。これはちなみに5万本売れました。つなぐと6キロ、富士山より高いというね。
バカですね。あ、ちなみにこれは、アートとして作った仲人ですね。踏んだら血が出るぐらい危ないものなんですが、これは一つだけ、それを量産したのがこちらになります。つまり、メアデッキの活動というのはアートを最初に作ってそれをプロダクトにしていくというのが、メインの活動になっております。さあ、でまあそのどういうものをいろいろ作っていってるかというのがこの ABCDEFG 計画というものなんですが、最初に作るのは僕はアートを作るんですが、それをですねいろんなメディアに落とし込んでるんですね。アートを作りますが次はブック、CD とかね、DVD、エキスポ、またエキシビション、展覧会、またイベント、それからファッション、これですね、この制服も売ってます。女性バージョンもありますからね。それからグッズとおもちゃなんかも作っております。で、まあいろんなもの作ってるんですが、あ、これはですね、ご存知の方もいるかと思いますが、ジホッチという時計です。今僕がしてるんですが、時間を知りたい時に117 NTT の時報にかけて時報、時間を切るやつですね。ちょっとやってみますよ。何時かな、はい、時間が間違ってましたね。他の機能もありますね。例えば、110番警察の番号ですって言われたんです。あと、119とか3桁案内は全部入ってます。例えば皆さん113って分かりますか？113電話の故障時の番号ですね。あとはホテルと一緒です。ゼロを回すとモーニングコールがかけれます。モーニングコールは設定します。ご希望の時刻を4桁で入力します。もしあなたが8時に起きたい場合は8000ですね。思い切り間違えましたね。はい、矢のような指摘が飛び出してきましたが、0800ですね。数字には厳しい皆さんが集まっているようです。0800と。これ指の太さの問題ですからね。っていうものがあったり、それから今日はですね、昨年作ったいろんな、ガジェットを、持ってまいりました。最初が、ユレックス、バグってますね。はい、ユレックスですね。これは何かというと、こういう形をしたものなんですが、貧乏ゆすりを計測する装置です。はい、これが箱ですね。はい、こういうめちゃめちゃかっこいいMacBook を意識したんですね、これね。LP サイズです。はい、この中に入っているこのユレックスという装置なんですが、これがそれですね。はい、こういう形をしています。これはですね、装着はどこにするかというと、こう太ももなんですね。で、貧乏椅子をすると、ちょっと CM がありますのでユレックスを見ていただきたいと思います。はい、ですね、はい、キャン出てしまいました。 OK です。はい、出ます。はい、オレンジ。いきますよ。はい、また出ましたね。